Kingo-kun. 僕の推理によれば, 天海様はこの今日に! すみません、おやっさん。 おやっさんの直感によれば、 ですよね? 京都か! おいしいものにたくさん出会えそう! いや、あの、 出会いたいのは天海様ですよね? 天海様がこっそり食べたい大きなあれ! 僕の分も残しておいてよね! やれやれ キング君! 僕とおやっさんは ついでに春様の聞き込みをするので ここでお別れっす うん、ありがとう! 僕、きっと美味しいものと天海様も見つけるよ! マグマグ! お寺が燃えてるよ! でも、 これってもしかして 噂で聞いた? バーベキュー? くせ者が! こっちか! ブレー! 今 お腹が空いているので 後にしてくれませんか? はあ あらゆるお肉とご飯を焼きまくる大焼肉大会バーベキュー! 天海様の目的は… これだったんだね! 新手が来たぞ! 信長様に近づけるな! 塔の花にて誇るび… あるはずもない! もうダメだ! 終わりなんだ! だったらせめて… <笑>カバネはカバネ同士互い抱いて眠るがよい。これだけの火力なら分厚いお肉にも火が通るね。 我らを食らってやるとの挑発か。 己! ほぼ一体のあの武器は何だ? え? 鍋? 殊勝なことよ、光秀。さあ、楽しみましょう、信長。おい、この場で引導を渡してくれようぞ。魔王様、心暗き者にとっては宿なのだ。 肉の焼き方が良くないよ! それとも、食材選びが良くないのかな? 燃え盛る本能寺を血肉に例えるか! 貴様、やはり明智の手下だな! 誰か! お弁当持ってたらください!
だこそ何よりも堅固な勘抜きとならん。その鍋で我らを料理するつもりか。おのれあっきめ者どもかかれ。いやーご飯の取り合い、バーベキューってこんなに激しい料理だぞ。所詮は己が主君だよりか。勇猛が効いて呆れるわ。どうしちゃったら、その時は五花の花にて誇るか散るか、なるがままぞ。私だけを信長公、今日の無垢を架け橋とするも幾度かしれず、このような事態になったのはそれがしらにも責があろう。
一兵隊とも侵入を許すな。なんとしてでも。重々ご注意。世に認められたくは言わずともしていい。あなた方は必要ありません。こう私にとって。世に鼓を打たせるか。コンペイの塔ごときが。やつも疲れ衰えるはずだ。その兆しを見逃すな。恐れ、恐怖こそが信長様の象徴なり。第六天魔王、そのついに座算は何を。どこに置いてでも悲願の傾きこれあるのみぞ。かかれ。このひとときに水をいらせぬようよろしく頼みます。ははー。光が手足の名に恥じぬ戦、そのようにさせていただきます。
くひで、うん、魔王様でバーベキューを。やっぱりすごい料理なんだ。はっ、この細くて顔色の悪い人はまさか。はじめまして、君もバーベキューを食べに来たの？それに痩せてよっぽど楽しみにしてたんだね。下がりなさい。私の宴を妨げるなら消えてもらいます。ああ、楽しい宴なんだからみんなで仲良く分けようよ。こやつは夢の世で貴様が飼いならせし鍋虫か。信長子、どうか私を、私だけを見てください。加勢を受けてよメスか。光秀、用意してよね。鍋の具が分かるなんて、君、やめてよ。僕は天界様を探しに来ただけで。もうその方には会えません。天界様もきっと僕を探しているんだよ。あなたを。だって天界様は僕のことをからかってないとつまらなそうなんだ。だから今頃退屈してるはずで。助けて天界様。その方はきっと宇城に帰っているでしょう。そうなの？教えてくれてありがとう。もしかして君、天界様？そう、友達？行きなさい。いつまでもここにいるならあなたを料理して差し上げます。日の元のおいしい名産が
も平和ないよ。その時代は千年の時を超えて繁栄を極めるのであった。